も考えずに配信しようとしたらもうなんかめっちゃ12時間際でびっくりしました。そんな今日遅くなってると思わなくてびっくりした。今日雨大丈夫だった？大丈夫じゃないよ、本当に大丈夫じゃないなって思うエピソードあるんですけど、さっき外歩いてて、まあ、今日もスリッパみたいな靴履いてたんですよ。雨って知らなかったんで、でそれで普通になんか外はあの最悪傘も持ってないし、なんか雨降るって知らなかったので、で傘持ってないしキャリーもあるし荷物も大きいし、もう普通に諦めモードで外歩いてたら、途中で靴脱げてて気づいてたんですけど止まれなくて何歩か進んじゃってめっちゃ濡れたっていう足が。しかも私潔癖っていうか、ちょっと普通に嫌じゃん潔癖じゃなくても雨の上を裸足で歩くみたいな、めっちゃ慣れちゃって途中から最悪なんですけどみたいな。気づいたけど止まれなかったんですよ、なんか足がトントンって進んじゃって普通にスリッパ脱げとるてみたいな。スリッパ脱げたことなんてないのになんでこんな雨の日に限って普通に歩いちゃって靴下濡れちゃって、でその脱げた勢いでスリッパもひっくり返って、もうほんと最近雨の日めっちゃ不幸。この間は転んだんで、まあ転んだ日に比べたら全然マシなんですけど、マシとは思うんですけど、そう、ちょっとやっちゃいました。今自然乾燥中最悪、こんなにさ朝から晩までさ今日も頑張ったのにさ、最後の最後に結婚していいんですか？地べたを普通に歩いた人ような人と結婚してダメでしょ。だから無理、あ無理、結婚して無理だって。今日地べた歩いちゃった裸足で靴下を脱いで帰ってきました。せめてもの抵抗を、これ以上スリッパに染み渡りたくないので、本当に無理、慣れちゃいましたね。とってもとっても慣れちゃいました。っていうかわいそうな話でしたそう、傘あってももしかしたらスリッパ脱げてたかもしれない結婚して無理、裸足で歩いちゃったからショックでそういう気分じゃないです。無理だよ。雨の日に傘が壊れました。傘壊れることあるん？私折れたぐらいでは使いますからね、全然。壊れたってどのレベルなんだろう。したいことある？そうですよね、さすがに、さすがにそりゃそう。愛のプログラムやばい、ミラバありがとう。ゆきちゃんの傘じゃなくて靴になるね。え、本当？絶対脱げないでねミラバありがとうございます。そう、ハタゴンね、寂しいよね、変わっていく時代が。今日も悲しいことあった？嘘、私と不幸バトルしようや明日なんかいいことありますかね。ミラバありがとうございます。きちゃんかわいい、ミラバありがとう。おヤフーニュースの記事見ました、ありがとうございます。エンカウントさんの後編ですね。明日はいいことあるといい、それな。いや明日はマジでいいことあるといいよね。明日はもう明日からはショールームお休みします。突然で申し訳ないんですけど、さすがに寝るわ。もうめっちゃ眠たいんですよね、積み重なってすごい眠たいので、今日でちょっと両国前は配信最後。結婚してだから水たまりに素足で入っちゃったからダメ、今日はダメダメです。ゆきちゃんの話で、遅くない？
遅くない？嘘でしょ。でも今日私最後まで送りきれなかったんで、本当ごめんなさい。最近本当に送れない。ミラもありがとうございます。職場で2時間のガチ説教を受けましたってね。2時間って結構じゃない？何したの2時間やばい。タイさんの話、そういっぱいお話したからみんな見てください。いっぱい寝るよ、いっぱい寝るよ。ミラもありがとうございます。本当にそういっぱい寝る。いっぱい寝て元気に両国を迎えようっていう話ですよっていう話。今日めっちゃ雨に濡れたのに前髪パッツンのおかげであんま影響ない。長かったら絶対目にかぶってたよね。ラッキー、ミラもありがとう。メールのフォルダ名雪調べ、やば。自分の時間大事にありがとうございます。残業してんの偉い。ブラック企業やメールアプリね、いいよね。元気に迎えます、元気に迎えたいと思います。いっぱい寝ます。かわいい、ありがとう。だって冷静に考えてくださいよ、ライブもあって試合もあるんですよ。結構やばくないですか。もう結構やばいんですよね。さっきフリブイ見ながら帰ってきて、わマジやべえと思って、そろそろ本当に覚えなきゃ思ってます。この後の参戦教えていただきたいです。でも本当に 何度も聞いていただけて嬉しいんですけど、私も教えてほしいっていうぐらい知らないです。知らないです。本当に出れないのかもしれない。ファイト、ハートありがとう。キちゃんならできる、知ってる。配信、そう4月になったらまた配信します。準備大変？準備はもうなんもないです。準備？なんもないよ。久しぶりの試合だね。そうなんです、1ヶ月以上空いちゃって。そうなの、なんかインタビューとかでも試合がやってなさすぎてやばいんじゃないですか、めっちゃ言ってくるからもうイラッとしちゃって、大丈夫ですってめっちゃ強気で返しちゃったわ全部。でも本当にそういうの言われるのめっちゃ嫌いなんですよね。なんかすごい何回も聞いてくるから、だから大丈夫だってみたいな、うるさいって、分かってるわってなってます。そんな言われても変わらんやろって思ってます。だからなんやねんってなってますね。それ気づいたところで何も変わらんのにさ、そんなこと聞くやんみたいな気持ちになってる。で頑張ります。頑張ります。そう、もう実際でも分かんない、本当にやばいのかもしれない、分かんない、めっちゃ言われるもん、そんなやばいのかな。よろしくみんな見ててね、戦ってくるからさ。練習はちゃんとしてます、頑張ってます、鍛えてます。鍛えてるは嘘だ。鍛えてはない、あんまり鍛わってはない、勝手に鍛わってるかもしれないけど、みんな楽しみにしててくださいね。頑張るので
久しぶりに試合できるのも嬉しいし、ね、東京でライブも嬉しい。頑張る。頑張ってきます。見ててね。楽しみにしててね。まだチケット取ってない人がいたら明日までに絶対取った方がいいですよ。さもないと。さもないとっていう言葉久しぶりに使った。さもないとめんどくさいことになります。もう本当にコンビニで買えるうちに買っといた方がいいから、さもないと本当にめんどくさいことになるので、そうマジでおすすめする。そうギリギリ前悩むのはいいんやけど、さもないとそう。みなもありがとうございます。あともう絶対見た方がいいからね。配信楽しみ、ありがとう。見ててください。どうしても来れない方は、みんな来てね。明日もね、朝早いんです。また言ってるよって感じなんですけど、朝早いのまずいよ。お風呂が沸きました。お風呂が沸きました。お風呂入りたいけど、まあ12時までやってお風呂入る。あれちゃん推しのフォロワーさんいいね。ミラバありがとう。あ、お薬飲んでない。薬飲んでない。タイさんの子名前からいいな。正解。え、正解だよね。マリカだよね。みゆきの好きなお菓子これもあります。これ大好き。種なし、あと2個入ってます。ちなみにこのお薬は昨日一昨日病院に行ってまた追加でもらったので、もうなくなることはないでしょう。はあ、あとさ、アレルギー検査をしたんです。それで注射を打つことにしました。なんかすごい勧められたから、高い注射、薬。明日もこれで花粉と戦わずに済むわ。ねえヒノキね。でも私ヒノキもあるらしいからさ、つらい。ゾレア、そうゾレアだったかも。ゾレア高かったですね、値段がすごい。けどこれ飲むと5月ぐらいまで結構無敵に生きれますよみたいな感じで言われたんで、あーじゃあやろうかなみたいな感じです。ゾレアね、アレルギー検査見たよ。結果今日あんま覚えてない。なんか眠すぎてあんま記憶ない。ドレアの感想ね待っててください。でもあの今の時点で結構薬効いちゃってるんでわかんないんですけど、ミラボありがとうございます。かわいい、ありがとう。9日目あって、でも今日で終わりなんで10日行けなかった。ミラボありがとうございます。9日にて一旦終了。また4月になったらやります。ミラボありがとうございます。今月最後の配信です。今日がちょっと寝ますわ。あと3日ぐらいちゃんと。
9日やってたっていう実感なかったです。知らぬ間にね9日になってた。え、みつもありがとうございます。うわ、ネイルかわいいありがとう。あ、3日分の明日と明後日と明後日ってこと。ありがとうございます。天才、天才です頑張ってきます。みんな応援しといてくださいね。防衛できるように願っといてください。神頼みしといて。ここの中からありがとう、みんな見てくれて。全然最終回じゃないんでそう、留学待ってます。またやりますね。今日はあと2分ぐらい、あと1分半ぐらいで終わりかな。終わっちゃうけど、今月終わっちゃうけど、配信は待っててください。応援しててね。ブラボーありがとうございます。明日は朝から撮影に行ってきます。頑張ってきます。もう頑張ることではないんだけどさ。ありがとうミラボー、 BLT 受け取ってください。じゃあみんなおやすみなさい。今日もありがとうございました。バイバーイ。いっぱい寝てください。おやすみね。バイバーイ。目がかゆい。花粉に負けたかもしれない。バイ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 。終わっちゃう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 。バイバーイ。